はい、どうもーせーの一時見たか待ってね。はい、ということで今回ははいポキのこれってどうなるのはーい恒例みたいな感じでこれで困るよ。恒例ではないのコーナー、コーナー、新コーナー、新コーナー、今日から新コーナー。そうなんだ。このコーナーではですね、自分が思ったらこれどうなるんだろうと思ったことをこのメンバーでやっていこうかなって実際にね、うん、そう実際にやっていきたいなって、実際にやって気になったことをやってみようみたいな、うん、今作りましたということで今回はですね、自分たちの好きなカップラーメンを持ち寄って全部混ぜたら一体どうなるのというコーナーですね。確かにみんな好きなものをもう入れたら、みんなの好きなものを入れたら絶対美味しくなるじゃん。そう、混ぜたらだってもうみんなが食べたいものになる、ね、うん、そうだからそれをやっていこうかなって思います。思います。せーの、バイバイ。はい、それではですね、皆さん持ち寄ってもらったものを見せていただきたいなと。ラーメンですね。はい、カップラーメンの方、せーの、ドン。まず、何ですかこれは。これは超大盛りペヤング焼きそばです。もうラーメンじゃないんだよ。ラーメンじゃない。こちら、こちらは濃厚背脂召し上がれ。そう、何油を食べる油そばラーメンだよ。ラーメン書いてないじゃん。訳されてない。で、ショーは何。これカレーラーメン。カレー飯やん、それ。バターチキンカレーラーメン。これ飯って書いてある堂々と、ね、まろやか。待って、だからここにスプーンあんの。そう気づくべきだった。みんなが好きなカップラーメンをまあ持ち寄ってもらいました。そう、なのでこのボウルにぶっ込んでいきたいと思います。はい、はい、出来上がりました。じゃあまずはね、一回これを元の味をね、元の味を楽しんでから、ね、楽しんでからとか言ってる。汁が俺しかいない。いただきまーす。いただきまーす。あ、うまい。うまい。これを全部じゃあ合体でしょ。これぶっこもう。俺というクマから行こうよ。とりあえず麺を。いやー、もったいないねー。バイバイ。食べるけどね、美味しいのができるかもしれないから、ね、そう、みんなが食べたいものが全然できる。で、しっかりやっぱ叩かれちゃうから全部食べる。全部食べる。食べる。うん、どうなっても食べる。いきます。あー、いいね。美味しそうだね。これはまだいけるな、全然。これは絶対美味しいよ、まだ。ちょっと多めの油焼きそば、油焼きそばみたいな。いただきます。しっかりうまい。いただきます。うん、うまいよね。うまさ倍増。めっちゃうまい。マジ、うん、これはうまい。普通のペヤングよりうまいわ、これ。うん、うん、え、うまくない。美味しい。じゃあ、俺入れようかな、まず。そうね。うん、なんで、こいつカレーなんだもん。そう。ます。うわ、終わった。いや、でも分からんからね。まだあるよ。まだ味噌とソースはまだ分からん。そうそうそう、うん、これ絶対美味しいと思う。まだ全然いける。ただのラーメンだよ。すげえ。いただきます。ほらな、まずくはないよ。絶対美味しいんだ、だって俺が考えたから。分かる。うん、なんか反応に困る。うん、うまい。めっちゃうまい。まあね、でも、うん、わかるよ。まだいける。まだ全然大丈夫、うん、それ入れてみよう。いくか。うわ、胃の中やん。やば。混ぜるね。ご飯と麺ね。めっちゃ合うよね、本来は。合うの。ラーメンと飯で食わん。あ、それ、ラーメンとご飯は多分食べるかも。うわー、ちょっと見た目がやばい。これマジでモザイク。見せた方がいいよ。これマジでモザイク。渋谷に落ちてるよね。おいい。分けますね。だって麺と麺の間にさ、米がさ。はい、じゃあそれでは食べていきたいと思います。美味しくなるはずな。そう、これだってみんなの好きなものを持ち寄ってるから美味しくなるもんな。いや、うまいぞ。紆余曲折あってうまいぞ。今うまいのはダメなの。まずくあれ。すごい勢いでみんな食べていいよ。次は食べたくないものだな。自分の嫌いなものを合体させます。そりゃそうか、好きなもんね。そう、好きなもん4つ集めたら美味しくなる。あと、まずいのを残念そうにしないで。美味しいもの4人で持ち合ったら最高の美味しいのができるみたいな企画あったでしょ。まずいのを残念そうに。そうよ。おかしいよ。おかしいよ、お前ら。検証結果、みんなの食べたいものを集めたら美味しかった。次回、嫌いなものを集めても美味しいんじゃないか説、はい、行きたいと思います。じゃあ皆さん、せーの、バイバイ。クマキンタイム最初。
ブンブンじゃんけんぽん。バー